皆様こんにちは。老俳優ヘンリー役の青山達美です。こう思う親の気持ち、それから恋を夢見る若者たちの恋、それから夢が覚めて現実をどう生きようかというような話、それを歌と踊りで楽しく考え、それで見せようとするお芝居だと思います。追いさらばえたシェイクスピア俳優というような役なんですが、シェイクスピアのセリフを一つ二つ喋ったりしますが、それは何も過去を懐かしんで喋るっていうんではなくて、今を生きるために喋る、この今を生きようとするこのじいさん俳優の心意気みたいなものを伝えられればいいなと思ってます。ミュートっていう黙って動く人以外の出演者は全員お客様に話しかけます。これ驚かないでください。シェイクスピアが演じられた当時、その当時は電気もなくて舞台にセットを置く場所もなかったので、出演者たちがどんどんお客様に話しかけたそうです。それからそのうち電気が発明されて、セットが置けるような舞台ができて、額縁舞台といいますか、お客様と、舞台の間にプロセニアムっていうこういうものがあって、お芝居が近代劇として発展していくんです。お客様はこのここに透明の一つ二つ三つ四つ目の壁があると考えて、中の世界を覗き見る形でお客様がいて、それで演じる側は四つの壁がある、ので、見てられるっていうこと、見られてることを意識しないで演じた、それが近代劇で、そういうふうに演劇発展してきたんですが、ちょうどこの劇が書かれた50年ほどちょっと前ぐらいではそれだけでは飽き足らないと、まあ、いろんな運動があったんですが、もっとこの第四の壁を飛び越えて、演じる側とお客さんが一つになって、そのシェイクスピアの時代のように、あの活力のある舞台が生まれないかということで、この作品が書かれたんだと思います。そういうことで、お客様にどんどんこう語りかけますが、驚かないで、それを楽しんで一緒にこのお芝居を作っていただければ、楽しんでいただければと思います。ミュージカルファンタスティックス、ぜひご覧ください。劇場でお待ちしております。